はい、皆様こんにちは。前回ですね、人口の方が150人超えたところまで行きました。満足度もしっかりありますね。なので今日はですね、残りのクエストの条件のタペストリーを2つ埋めていきたいと思います。もう2つは大体の場所がもう丸で囲まれているので、ここと、ここです。ここだ、こっちの方ですね、多分あったと思うので、これですね。よし、こことここあるので、これ2つで終わると思います。あ、止まっちゃった。よいしょ。で、資源の方は十分今のところはありますね。特に問題はないかと思います。まあ少ないので若干拾っていっても問題はなさそうですけど、寄り道で適当に拾っていきましょう。傾きはフロントと右に一度傾いてますね。あとは特には何の問題もなさそうな感じですね。はい。王国これかな。ここに着きましたね。ここでクエストをしないといけないんだな。クエストは何でしょう。あ、スカイポートを作るやつですね。出来上がるまで資源を集めてましょうか。水ですね、水。水と木を少し切りましょう。よし。水130ですからね。よいしょ。これ 12.5 上がるのか。推進力はどれぐらいあるのかな。そんなしてる間にもうすぐ終わりますね。もうあとちょっとで終わります。さあ、水が全然取ってこないな。よし、はい、終わりましたね。グレイト。よし。あと一つここなのかな。よいしょ。はい。では、最後の一つですね。もうちょっと、南東の方に行くか。ここら辺ですよね。多分、もうちょっとか。もうちょっと南ですね。最後のところ、ここ行きましょう。こっち側だな。水取ってきてるのかな。あんまり増えてないな。他に取れそうなものは何かありますかね。向きはというと、このまままっすぐで良さそうです。燃料とかもあるし大丈夫そうですね、このままで。ではあと進むだけなので、しばらく飛ばしたいと思います。はい。目的地が見えてきました。ここの王国ですね。あとはここの王国をクリアすれば、多分おそらくですけど、タペストリーが完成するのではないかと思います。よいしょ。何を作るのかな。ここもスカイポートですね。よいしょ。クエストが終わるまでに、どうしよう、時間あるし水を取ってきましょうか。ちょっと食べ物も怪しくなってきましたね。若干あるな、ここに食べ物。ここに飛ばせる。4人はいけますね。はい。もうじきスカイポート完成しますね。
はい、完成しましたね、これで。よし、クレート。よし、全部揃いました。全部揃ったらどうすんだ？いやな、ライブイズクレート。これなんだ？リターントゥーザタペストリー。どういうことだ？一回ちょっと止めましょう。ここか。ここに行かないといけないってことですね。方角は、結構遠いな。今がここですから、とりあえず南下していけばいいのかな。南下しましょう。あ、人むっちゃ増えたな。人増えた。人増えましたが、なんか不満を持ってるのがいるのか？施設いっぱい作れそうなので、ちょっと施設作っていきましょうか。よいしょ。これとかも余裕で作れるな。どうしよう。どうしましょうかね。あ、なんか開発が終わりましたね。コスト下げるやつかな。よいしょ。作りたい放題だな、これは。パスを伸ばして。これ、街灯置いちゃったかな？まだ。あ、もう目的地に来ちゃった。よいしょ。遠くを指示しときましょう。街灯を壊して、パスを伸ばしましょう。お前伸ばしたらいいんだ。どうしようかな。満足してないのは何だろうな。ヘルスがまだ人口分はカバーできてませんね。これにしとくか。それで家を建てていこう。まあ、これ以上増えるのかどうかは分かりませんけど、ちょっと家を建てていこうと思います。で、パスで閉じて、あとは電気ですね。街灯の方もつけていきましょう。よいしょ。よし、これで、あ、ここがちょっと埋まってないな。ここが埋まってないのは気になりますね。立てれないか。よし、まあこんなもんでいいでしょう。これ、ああ、でもまだ3人が不満を持ってるな。どこだろう。ここら辺かな。違うな。どこも満足してそうなんですけど、あ、ここか。ここは違うんですね。なんか被ってないのかな。あ、目的に来ちゃった。地図ではなんかやばいな。違うところ行ってるな。もうちょっと西に向かわないとダメですね。よいしょ。宗教かなんかはないのかな。カバーしてるな。カバーしてますね。な、違うのを何か立てておこう。これにしよう。どうしようかな。これ間違えて、ここ立てすぎたな。あれれ。ここをちょっと壊して、パスで道を作りながら、ここに寺院を建てよう。よし。そんでもって電気をつけておけばいいでしょう。いいか、こうで。よし、戻って。
ってきましたね、だいぶ。ああ、でも水もいろいろなものがないな。よそ見してたらえらいことになりましたね。方角的にはここでよしと。拾っていきましょう。いろいろと拾っていこう。まず水と食べ物だな。水と食べ物を拾います。なんか建物やたらと建てましたが、人口は多い分余裕ですね。よいしょ、ちょっと寄り道して燃料も取ります。あと水か。とりあえず燃料を取って、よいしょ。ハンガーが足りなすぎて全員は送れませんね。あと11。次に水を探しに行きましょう。まあ初期の大陸なんでね、そこら中に水とかはあると思うんで。あ、でもオアシス全然ねえな。干上がってるや。どうしようかな。やばい、29になっちゃった。ちょっとまあないときはないで買いましょう。マーケットがあるはず。水ですね。ああ、布とかでいっぱい買えるし、まあ、木もいっぱい余ってますからね。この辺どう打って、水を補充しましょう。よし、こんなもんでいいか。で、向かうのは南西の方ですね。よいしょ。木も取っていこう。どう、斜め。下に行かないといけない。南の方、あ、もうほぼ真南だな。真南の方に向かいましょう。在庫は粘土がなくて、ガラスもなくて、あとはあるのか。ちょっとオアシスを見つけては、オアシスを、重点的に取ったりしながら行きましょう。よし、燃料は満タンですね。食べ物と水さえなんとかすれば大丈夫そうです。こう、180人、あれもう180人だっけ、いたの。地図上では、あ、もうこれかな、これか。よし、帰ってきましたね。さて、帰ってきました。よし。As we raised the tapestry, a crack broke the skies from above. Descending from the expanse was a platform on which stood a single elder. The sage who explained the true prophecy.Long ago, the ancients did not disappear. They ascended. These ascendants climbed ever higher, into the heavens, among the stars. They worried of sharing this discovery, for the skies held a beauty that should never be sullied. Yet, to hide such splendor was equal folly.So they devised a ritual to prove one's worth and see who could become ascendant. The prophecy. Those who could find the old machines and unite the world would be worthy of the infinite. We were not the first.
Our legends were just one of a never-ending loop. And we had proven our worth. We could ascend. The sage assured us that our quest was won. But we hesitated. Was that the destiny of our people?Of course, you know the choice we made. But its consequence is a tale for another time. はい、エンディングは終わりましたが、まだ続けられるみたいですね。こっちの方のまだサブクエストみたいなのが終わってないので、まあ時間があればこちらの方も進めていこうかなとは思います。まあ、あと一個ずつ見つけないといけないんですね。よし。とりあえずタペストリー終われば一応エンディングは流れるみたいです。では一度、これですね。エアボーンキングダムの方はこれで終了したいと思います。皆様、今までありがとうございました。ではまた他のゲームで、お会いできたらいいと思います。ありがとうございました。